よし、じゃあ13時になったので始めます。こんにちは、ゆりこです。多分でも一人しか見てないかもしれないけど、昨日初めて、YouTube の動画を上げて、今日は初めてのライブ配信をしていきます。で、ここで、一緒にお料理が作れたらいいなと思っています。まあ、本当はお料理教室を自宅でやってたんですけど、今ちょっとできないので、こんな感じでライブ配信で、やっていこうと決めました。後から見ていただく方も、一緒に作れるように、丁寧にゆっくりやっていきますので、作っていきましょう。今日作る、ものはですね、鮭の味噌バターホイル焼きと、みょうがと三つ葉のさっぱり白和え作っていきます。じゃあ、一緒に作れるようにするには、道具と食材がもう揃っていた方がいいと思います。やったー。ありがとうございます。途中でどんどんコメントとかしてください。答えながらやっていきます。まず道具確認していきましょう。今日使っていくのが、鮭のホイルバター焼きに使うのは、まず包丁とまな板。そして、アスパラを使うんですね。アスパラ使うときに、ピーラー使うので、ピーラーも用意してください。そして、あとは、ペーパー。お魚を拭くときに使います。ペーパーと、ちょっとカンペを見てます。あとは、なんか味噌をこう塗るんですけど、そのときにこういうちっちゃいヘラがあるととても便利です。まあ、なかったらスプーンとかでいいんですけど、こういうの便利です。で、あとは、フライパンと蓋がいります。まあ、アルミホイルに包んだ鮭をこうフライパンに入れて、ちょっと水を入れて、蓋で蒸し焼きってやっていくので、まあ、グリルとかちょっと洗うのが面倒だと思うので、フライパンでできるのもすごくいいかなと思ってます。で、あとは、まあ、水を測るのに計量カップがあって、あとはタイマーあるといいかなと思います。はい、そして、次に、白和えの方に必要な道具が、まあ、包丁、まな板。そして、お豆腐、最初に水切りをしたいんですね。なので、ペーパーがあるといいです。で、さっき普通にちょっと拭くペーパーは、まあ、普通のでいいんですけど、お豆腐水切りとかの時に使うのは、リードの、これちょっと分厚いのがあるとすごく便利です。まあ、でも、普通のでもできなくはないので、全然大丈夫です。そして、まあ、さっきの方にも使うんですけど、計量スプーン、まあ、大さじと小さじがあればいいかなと思います。で、水切りの時に使いたいのが、ボールとザルでペーパーでくるんで、さらにもう一個のボールを重しにしてこう乗せていきたいので、こうやってあるといいです。てな感じで、次に食材を準備していきましょう。こんな感じです。ホイル焼きに使うアスパラ4本、しめじ、あとニンニクです。そして、鮭ですね。鮭は秋冬が旬なんですけど、今、まあ、でも普通にスーパーに売られてると思います。で、これは、アトランティックサーモンです。サーモンも、まあ、同じように美味しくできるので、塩鮭ではなく生のアトランティックサーモンでお願いします。塩鮭だともう味がついているので、全然違うものになってしまうので、そこは気をつけましょう。そして、バター 10g ぐらいと、お味噌。私はこれちょっと自家製のお味噌なので、タッパーに入ります。あと、白和えに使うのがお豆腐。木綿豆腐の方がいいです。で、だいたい 150g ぐらいあればいいので、1個300ぐらいだと思うんですね。なので、半分ぐらい使ったらいいと思います。そして、みょうがと三つ葉。で、塩昆布。塩昆布も、ものによってちょっと、塩気が違ったりするので、そこはまあ、お好みで食べて調整をしましょう。で、白すりごまです。そして、あとは、まあ、お塩とかも使っていきます。準備 OK ですかね。で、実は前回やってみたときに、包丁をこう出したあたりで止まってしまったんですね。なので、今回も止まってしまう可能性があるんですが、もしそうなったら、ちょっと面倒なんですが、インスタライブの方に移行してやっていこうかなって思います。止まらないで
できるといいなと思ってます。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、あ、準備万全、よかったです。じゃあ、まずお豆腐の水切りです。水切り結構時間がかかるので一番最初にやっていきたいと思います。お水捨ててしまって、で、ちょっと分厚めの方のペーパーでくるみます。こんな感じでくるみます。はい、で、くるめたら、このザルの上に置きます。ちょっとこうしようかな。ザルに置きます。で、まあ、このままでもずっと置いとけば、水切りできるんですけど、もうちょっとしっかり水を切っていきたいので、もう一個ボールをこう上に置いて、重しにしていきます。で、これだと軽いと思うので、お水をここに入れて、まあ、ボールじゃなくても、何か重しになるものがあれば、何でもいいんですけど、私はいつもこうやってお水を入れてます。こぼさないようにだけ気をつけてください。で、このままちょっと置いておきます。で、あとはお魚、切り身使うときは、まあ、どんなお料理でもやってほしいんですけど、最初にペーパーで余分な水気を除いてから、塩をちょっと振ります。お塩をこう少々、2本指でつまんで、こうパラパラっと振って、両面に振っておきます。で、常温に置いて、まあ、10分ぐらい時間を置いてあげると、浸透圧の関係でお魚から水分が引き出されて、身が引き締まるのと、あとはそこで引き出てきた水分が臭みの水分だったりするので、それを取り除いてから調理をしていきます。これは、必ずお魚やるときやってあげましょう。はい、ここまで OK ですかね。魚、まあ、ちょっと置いておきます。後ろに置いとこうかな。で、お豆腐の水切りと、お魚の塩を振るのができたら切り物をしていきます。で、あと、ちょっと重要なもの忘れてました。アルミホイル、今日は使っていきますね。はい、よし。切り物。で、大丈夫ですかね。よいしょ。包丁出たら止まらないで、できますように。よし。はい、じゃあ、まず、生で食べる食材から切っていきます。はい。なので、今日は白和えに入れるみょうがと三つ葉ですね。大丈夫ですかね。ちょっとじゃあ使います。みょうがはまずこのちょっと色が変わってしまっている部分は切っちゃって大丈夫です。はい。そして縦半分に切って、あ、いい感じ、よかったです。で、斜めに薄切りをしていきます。結構みょうがの存在感もある白和えになります。普通白和えっていうと、まあ、お豆腐にすりごまをたくさん入れて、で、醤油、みりんとかお砂糖を入れて作るんですが、で、具材はだいたい加熱をした人参とほうれん草としめじとか、そんな感じなんですけれども、今日はちょっとさっぱり、これからまだちょっと寒い日が続きますが、暖かくなってきた時にもさっぱり食べられるみょうがと三つ葉で作っていきます。こんな感じで、斜め、縦半分に切ってから斜め薄切りをしてます。結構薄くしてます。あ、で、お野菜はちょっと先に準備の時に洗ってあります。洗ってない方は洗ってから使ってくださいね。そして、三つ葉は、だいたいこの一株ぐらい使っていきます。あ、はい。
まあ、2g だと 20g ぐらい使います。で、まずはここを落としちゃいます。ここを落として、で、長さをだいたい3センチ幅ぐらいにしていきたいので、ちょっとこれ長いのでまず半分に切ります。で、長さをこう合わせて3センチに切っていきます。こんな感じですね。できたらこれもちょっと置いておいて、切れましたかね。よいしょ。そしたら今度はしめじ。しめじは 50g ぐらい使ってます。だいたい1パック100とか150とかで売ってるので、そこ100だったら半分、150だったら3分の1ぐらい使っていきましょう。この石突きのところだけ切って落として、あとは手でほぐします。で、野菜洗ってってさっき言ったんですが、キノコ類は洗うと風味が落ちちゃうし、水気吸ってブヨブヨになっちゃうので洗わないでください。そして次にアスパラです。アスパラすごく美味しいんですけど、ちょっと下処理がいろいろあります。いくつかあります。まずはこの下のところですね。結構触るとわかると思います。硬いので、ここを、切っていきます。だいたい下から1センチぐらいですかね。切って捨てちゃいます。そして、アスパラ上の方は繊維も柔らかくてすごく美味しいんですけど、下の方は結構繊維が硬いんですね。このまま食べると口に、残ったり歯に挟まったりします。なので、ここでピーラーを使って下から、3分の1ぐらいの皮をむいていきます。で、アスパラの皮を剥くときにはこうやってまな板に置いて剥くと剥きやすいです。そんなに分厚く剥く必要はないんですけど、ぐるっと一周剥いてあげてください。結構分厚く剥けちゃいました。で、これ4本全部やります。すごい美味しいですよね。何に使っても。で、加熱して白和えに入れたりしてもいいと思います。レンチンですぐ加熱もできるので。パスタに入れたりとかしますね。はい、こんな感じで4本できました。よいしょ。で、これでピーラーの出番は終わりです。で、できたら今度はこのチョンっていう三角のやつ、これはかまって言って、結構苦みがあるので取ります。取らなくてもいいんですけど、ちょっと丁寧に今日はやっていきます。丁寧にやる場合は取っていきます。で、取り方はこうやって包丁で引っ掛けて親指で押さえてピッとやるだけで取れるので、こんな感じで取っていきます。で、上の方は大丈夫です。大体真ん中ら辺の大きいやつだけちょっと取れたら取っていきましょう。ここは端折っても大丈夫です。私はこうやって取っていきます。今日は結構簡単です。本当にフライパン一つしか使わないし、
こんな感じで取れました。で、取れたら、これを4等分に斜めに切っていきます。斜め。よいしょ。こんな感じです。今こんな感じ。ここまでついてきてますかね。よいしょ。もし早かったら、ちょっと待ってとか、こう、チャットに入れてもらえると、ありがたいです。全然戻ってやります。じゃあ次に、ニンニク。味噌バターホイル焼きなんですけど、ニンニクも入れます。味噌バターガーリック。絶対に美味しい組み合わせですよね。で、ニンニクは、皮をまず剥いていきます。で、ここの部分硬いので切っちゃいますね、まず。で、そうするとここから皮剥きやすくなります。メロンと。で、一かけを使っていきます。あ、で、今日2人分で作ってますが、これで一かけ。で、まあ、半分ずつ入れるっていう感じです。で、こんな感じで皮がむけたら、こう縦半分にカットします。そうすると中心に芽が出てくるんですね。芽が出てくるっていうか、芽があるんですね。それを包丁の顎を使ったり、ここを使ったりとか、これ竹串を使って、こう、ぴょこんと取っていきます。まあ、ない場合もあります。で、これもすごく丁寧なやり方ですね。取ると、これが、取らないと消化不良でお腹に残って嫌な匂いの原因になるので、取ってあげるといいです。で、これを潰していきます。潰すときは包丁の下に置いて、ポーンっていう感じで潰していきます。で、それがちょっと包丁を使うの怖いなっていう場合は、木べらとかでこうやってあげてもいいですよ。なんか、グッて感じで、はい、潰れました。こんな感じで潰れました。はい。そしたらこれで切り物は OK なので、切り物は終わりですね。今のところ大丈夫でしょうか。手を洗ってからもし大丈夫だったらなんか反応もらえたら嬉しいです。よいしょ。よし。こんな感じで切り物完了してます。あれ、あとバターを切っていない方はバターも 10g 使うね、1個に 5g ずつっていう感じで乗せていきます。私は今日この一塊 10g のやつを今ニンニクやってます。 10g のやつを使うので、これを半分にして使っていきます。これ包丁使わなくても切れると思うので、まあ、後で使うときにやろうかなと思います。溶けてきちゃいました。ニンニクね、処理がちょっと。はい。ニンニクは皮を剥いて、芽を取って、縦半分に切って芽を取って潰します。じゃあ、切り物終わったらですね、この鮭を、あ、よし。じゃあ、まあ、さっと手を洗っていただいて、今度は鮭、今日はサーモンですが、こちらを見ていきます。ちょっとすごい水気が出てるのがわかるかなと思います。まあ、絵で見てもわかるかな。ちょっとツヤンとしてます。これが、を拭き取って使っていきます。で、あとは、こ
ここでアルミホイルの出番です。もうホイルを敷いて、そこに拭き取った鮭を乗せて、アスパラとしめじとニンニクとバターと味噌を塗るっていうのを今からやっていきます。はい、じゃあホイル、大体まあ鮭の 1.5 倍ぐらいの大きさに敷きます。ペーパーで鮭を拭いて、で、真ん中に乗せます。で、ここに、さっきの切ったアスパラ半分ですね、 1,2,3,4 この穂先が2つずつになるので、さっきこっち3つ入って、もう一つの方が1つだとかならないように、こうやって入れます。このままの形で出来上がるので、ちょっとここでまあ、盛り付け意識して、穂先をちょっとバラバラにするとか、こんな感じでやっていきましょう。で、しめじも半分入れます。散らして入れていきます。こんな感じ見えますかね。ちょっと光ってるけど。そしたらここにお味噌を塗ってバターとニンニクを乗せていきます。で、お味噌は、使う分量が大さじで1杯なので、1つに対して大さじ2分の1を使っていきます。で、まず大さじ1杯こう測って。で、これの半分をこう塗っていくわけです。ちょっと全体に塗り、塗り広げていきましょう。ヘラがなかったらスプーンでやっていきます。どうですかね。できましたかね。綺麗に塗れました。で、塗れたら、バター。バターも 5g。真ん中ら辺に、ポンと置いちゃいます。で、潰したニンニクを隣ぐらいに置きます。そしたらこれを包んでいきます。まずは手前を折り込んで、こっち側からも折って、ちょっとこことここを、こう、つまんであげるような感じで、閉じます。閉じます。で、両端をこうぐるぐるっと、こんな感じで留めていきます。こんな感じです。で、これができたらもう一回同じことをします。今日は2人分なので2つ、4人分とか作るときは4つですね。一気にやっでもいいのかもしれないんですけど、このホイルのままこうお皿に乗っけて出したいので、一つずつやってます。で、今日この私が買ったサーモンが結構大きめなので、あ、包み方もう一度聞き流した。はい、一回広げようかな。こんな感じであるので、こう上下をまず持ってきて、ちょっとくるんと
きな。上下を持ってきて、まずくるんと留める。で、留めたら今度は両端をくるんと巻いていきます。こんな感じでくるくる巻きます。こんな感じで大丈夫ですかね。次も切ります。今日のこの3本ちょっと大きめです。で、大丈夫。もう一回同じことします。置いて、アスパラとしめじを置いて、しめじ、よいしょ、こんな感じで置いて、味噌を塗ります。さっき残した半分、大さじ2分の1塗ります。まあ、最強味噌漬け焼きとかも、お味噌につけておいて、こう、それを焼くものですが、ちょっとそれ風。でもそこにさらにガーリックとバターをプラスして、ちょっとまあ、みんなが好きな味になってます。こんな感じで塗れたら、バターにんにくを真ん中に置きます。バターとにんにく。で、またさっきの包み方です。で、こうやってホイルで包むことで蒸し焼きになるんですね。なので、ただ焼くのとはまた違った感じになりますね。ふっくら、しっとりします。上下を留めて、横を留めます。はい、できましたかね。で、止められたら、このフライパンの上に2個乗っけます。全然火ついてなくて大丈夫。なので、まあ、フライパンちょっと大きめがいいですね。こんな感じです。そして、ここにお水を 50cc 入れます。なので、このサーモンの中に入らないように、周りのところに入れていきます。50cc。大体。で、50cc 入れたら、蓋をします。で、これを加熱していきます。で、最初は中火か強火ぐらいですね。で、これも水分入れることで蒸し焼きになってふっくらしていきます。で、この水分が蒸発してきて蓋が曇ってくるぐらいになったら、火を、まあ、中弱火ぐらいにしてそこから、10分加熱をしていきます。よし、はい、すいません、ちょっと、あ、じゃあちょっと見えますかね。こんな感じで真っ白になって、ちょっとふつふつ言ってるんですね。なので、ちょっとガス火は、
火が強いので一番弱火にしました。で、弱火でここから10分です。はい。で、すいません。少々お待ちください。はい。じゃあすいません。じゃあ10分焼いている間に白あえを作っていきましょう。はい。水切りしていたお豆腐、どうなりましたかね。ちょっとこれを除いて、それを上げてみると、あ、そんなにまだ出てないかな。あ、リードだからだ。このペーパーにすっごい水気が出てます。重しをすることによって、こう、ぎゅっと、潰して絞ってるような感じになりますね。で、使ってたボウルでいいと思います。これの水気がすごい出てたら、しっかりと水気はもう出しちゃって、まあ、さっと水で洗うような感じで、水気を拭き取って、で、このお豆腐を入れていきます。で、豆腐の水切り、こうやって時間をかけると、まあ、いい感じに水分抜けすぎず、ちょうどいい感じに抜けてくれるんですけれども、で今日は20分ぐらい水切りしてたかなと思います。ですが、ペーパーでくるむだけでも、ある程度重し乗せなくっても水は切れてきます。であとは時間がないけど、早くもう水切りしてなっていう時は、ペーパーでくるんで、耐熱のお皿に乗せて電子レンジに入れて、ちょっとまあ2分ぐらい加熱をすれば十分水分抜けてきます。じゃあこれを潰していきましょう。これでスプーンとかで使っていきます。スプーンで潰していきます。潰れたらここに塩昆布を入れていきます。ある程度潰れれば OK。塩昆布を、今日はこのクラコンの昆布ですが、前回使った時は大さじ2杯ぐらい入れた方が美味しいなと思ったんですけど、これで作った時は2杯だとちょっとしょっぱいなって感じたので、まあちょっと調整を、それは味見してみて調整をするといいかなと思います。で、今日は大さじで1から1と2分の1ぐらいかな。入れていきます。このすくい具合にもちょっとよるかもしれないんですけど、こんな感じで大さじ1杯と半分ぐらい。入れます。このぐらいです。で、あとは白すりごまを入れていきます。すりごまは小さじで1杯。はい。で、ここにお塩もちょっとだけ入れていきます。少々。2本指でつまんで少々。2本指でつまむと少々で、3本指の時が1つまみです。結構量が違ってくるので、覚えておくといいですね。はい、でまずはこれでよく混ぜていきます。で、この塩昆布が全体にこう行き渡ったら、ちょっとまあ味見をしてみて、塩昆布もうちょっと入れていいかなとか、お塩もうちょっと入れていいかなと思ったら、ちょっと足してみてください。もちろん塩昆布いっぱいのところを食べたらしょっぱくなるので、それを注意。ちょっとだけ食べてみようかな。これを。うん。いい感じかな。で、ここに結構いっぱい野菜が入るので、ちょっと今はしょっぱいめかなぐらいにしてください。
したらここに、先ほど切った三つ葉とみょうがを入れていきます。で、トッピング用にちょっとだけ残しておいてください。まあ混ざって結構わってなるんですが、ちょっと上にこのピンクと三つ葉の葉っぱが少しあったら可愛いかなと思うので、ちょっとだけ、まあ、これぐらいだけ残しておいて、それ以外全部ここに入れます。で、これを混ぜていきます。結構すごい量の三つ葉だなと思うかもしれないんですが、まあ、サラダだと思ってください。すごく美味しいです。三つ葉もみょうがも生で食べられます。こんな感じで均等に混ざったら、これでもう完成なので、これは盛り付けを先にしていきたいと思います。あと、鮭の方も3分ぐらいあるので、盛り付けしちゃいます。私はこれを使おうかな。こんな感じの小鉢に一人分ずつ入れていきます。で、もうお好みで。大皿みたいに盛っちゃってもいいと思います。ちょっと周りの隙間を空けて、こう高さが出るように盛り付けてます。こんな感じです。もう一個も。めっちゃ簡単だからすぐ終わっちゃうかもと思ったら意外と40分ぐらい経ってますね。こんな感じです。はい。で、ここに、さっき取っておいたこの三つ葉とみょうがをトッピングしていきましょう。三つ葉をのせて、三つ葉の葉っぱがすごく、今日ちょっと大きいので、少なめにしとこうかな。で、みょうがも高さを出して乗せていきます。こんな感じです。そしたら、もうそろそろ鮭が出来上がります。なので、ちょっとお皿を持ってきますね。あと1分ぐらい。同じタイミングでできてたら、あと1分ぐらいです。もうこんな感じのに乗っけてます。まあ、今日はちょっと和風。あ、白菜おいしい。よかった。味見してくれたんですね。そう、これはみょうがと三つ葉を楽しめる白菜。あと、まあ、お豆腐のおいしさもありますね。はい。こんな感じの和風のお皿にこういつも乗っけてるんですが、今日結構魚が大きいので、はみ出るぐらいになるかなと思うので、ちょっとこういう丸皿に乗っけて、こう、余白があるのも可愛いと思います。じゃあ一個はこれにして、一個これに乗せてみようかな。
分経ちました。言ってる方も10分経ちましたかね。まあ、ちょっと開けたところでアルミホイルなんですが、すごいこんな感じですね。はい、軍手とかでやった方がいいと思います。今手でやっちゃいました。こんな感じでちょっと真ん中、横はこう止めたまま真ん中を開けてみます。すごい、めちゃめちゃいい香りがしてます。こんな感じになってますでしょうか。できてますかね。よいしょ、めちゃくちゃ美味しそうです。で、これをもうそのままお皿にドンと乗っけます。うん、まあ、アルミホイルからこう外して乗っけてもいいですし、そのままこう乗っけてもいいです。結構うまみが、汁が出てるので、このまま乗ける方がいいかなと思います。よいしょ、もう一個も。この中を切って、すごいニンニクの香りがします。こんな感じです。できましたかね。で、これニンニクはまあそこまで加熱できてないので食べない方がいいかなと思います。ニンニクしっかり加熱できてればまあホクホクで美味しいんですけど、これはちょっと今日は香り付けっていう感じで使ってます。じゃ、これはここに行きます、うん、こんな感じです。よし、こんな感じで今日のメニュー完成です。できました。あ、火が弱すぎたみたい。あ、まだ生だった。そうですね、まだ生だったらまたちょっと包み直してもう少し加熱しましょう。そうですね、ちょっとだけこう触って中を一番分厚いところちょっと確認してみるといいと思います。これはねバッチリなんですね。で、またこうちょっと味噌で隠せば穴防げるので、また包んでもう、もう一度フライパンに乗せて蓋をしてもう 1,2 分ぐらいやってみてください。こんな感じで完成です。これとあとご飯とお味噌汁があればもうすごい豪華なランチにもなるし、夕飯にもいいかなと思います。せっかくなのでちょっと私も味見してみようかな。今一緒に作ってくれた子がちょっともう少し加熱をしているとは思うんですが、ちゃんと美味しくできてるか味にしてみます。よいしょ、まず白あえですね。白あえは、まあ、上にこうドッピングしたので混ぜながら、美味しいです。この、みつまとみょうがのシャキシャキが、いいですね。ちょっと、まあ、みょうが、香りが強いので、大人味だと思います。なので、まあ、お子様とかには、茹でたアスパラとかでも美味しいので、やってみてください。この、塩昆布の白い。
で、鮭の方も食べてみます。ちょうどこの味噌が乗っているところ。うん。うん。美味しい。で、バターがちょうど真ん中に多分あると思うので、そこでまた味も変わってくるかなと思います。で、鮭だけじゃなくて野菜もすごく美味しいので、ぜひ食べてください。はい。できま、あ、楽しかった。ありがとう。よかったです。私も楽しかったです。じゃあ、ぜひ作ってみてください。ありがとうございました。